来てしまったのか。ほかげの息子がここまでバカとは恐れいるな。ああ、バカだからな。ただの喧嘩をしたないさかい。たまたま居合わせた僕が止めに入るだけです。シズマ、これは水影の首を取る、またとない機会。公務結界。ざまねえな。バシの夢。ふん、お前の頭ぶっ潰す。小十郎のおっちゃん。どうせならほかげのガキを弔いたかったのに、あんたが相手になるとはね。へえ。シャリンガン、噂に聞いてたけど、こんなところで本物を拝む。ハズレだよ。ぶっ潰すって教えてやるバカがどこにいんだよ。ああ、そっか。おい、止まっているものを切るのもなかなか難しいからね。あっさく、さっさと脳天かちわっておあげなさいな。ちょっとだこら。だからよく狙えと言ったでしょ。相打ちになるもよし。この雷刀牙でその両目くり抜いてやるよ。そんなに欲しいこのシャリンガンが。牙にはこういう使い方もあるのさ。しぶといこと。これでますます不利というわけだ。ずいぶん照れ屋なんだね。やはり陰さえ見られなければどうということはない。おとなしく弔われな。カグラだよな。ボルトなあ、帰ろうぜ。いいんだ、もう遅くねえよ。テンコにはまだ間に合うってばさ。忠告したのに。ひらめかれよ、て何や。おりゃ。死に身の里の復活なんて幼稚な革命ごっこもいいとこね。革命なんて。さっさとあんたたちを倒して10時の点呼までにホテルに帰んなきゃいけないからね。9時までにあんたを倒す。この葉ってのはどこも。術に助けられたってのは気に入らないけどね。とにかくあいつの雷刀を見極めないことには分が悪すぎる。うんだ。死ぬ前に牙のことを教えてあげるわ。この刀の元の持ち主は黒すき雷が。あばちか行くしかない。見つけた。血迷ったか。雷刀。テレアさん、ライト、ライト。
盗んだ刀でいい気になってる人間に言われたくないっての。こいつは自分の手で勝ち取ったものだ。楽をして親からもらっただけのそのシャリ。このハトたちが恨むなら生ぬるい環境を恨むんだね。これがあればボルトが助かるんだね。そんなことまで知るかよ。僕はあのシズマってガキが潰れてほしいだけだ。水月、ありがとう。お前も言うようになったんだな。ありがとうって。よせ、カグラ。こんなことしてねえで、早く帰ろうぜ。まだ息が。残念だよ、ボルト。カグラ！このサルマネが、あんたこそ聞いてもいない親のことをベラベラと。恥ずかしい。お前に何がわかる。親のことで苦労してんのはあんただけじゃ。あのろくでなしに似たものなどないってのにね。だいぶ疲れてきたみたいですね。そんな怖いですか。好き好んで切られるバカがどこにおりましょう。切られれば確かに痛いけどね、肉を切られる覚悟がな。これ以上の争いは無益。なかなか善戦した方か。まあよい、替えはいくらでも聞く。結局は筋書き通りというわけだ。六代目一人カッコつけやがって。そうは問屋がおろすかってんだ。お主、やつらの仲間か。まさか他にも。てめえらごとき俺一人。あとは任せたぞシズマ。決着をつけようじゃないかい。9時までに私を倒すんだったよね。チクタクチクタクチクタク。木の葉の半人前はアカデミーでお勉強だけやってりゃよかったのさ。現実？いつの間にこの深い。あの時か。どこだ。水に一定以上の電気を流すと電気分解が起きるって。愛がないなんてことはない。私はそう思うよ。カグラ。君と俺では見てきた景色が違う。